現在は6月の5日日曜日の夜7時を回ったところです。今日流れてきたニュースの一つに、岸田総理がスペインで開かれる NATO 北大西洋条約機構の会合に出るというニュースが流れてきました。これは私はちょっと驚きました。まあ、驚かないという人も多いと思いますけど、当然ウクライナの情勢を話し合うときに参加するということと、まあ、それから折しも今日また北朝鮮からですね、弾道ミサイルとおぼしき飛翔体が日本海にまた連続して撃たれたと、そこに着弾したというような話が流れてきました。こういうこともありますし、なんといっても台湾有事でしょう。これがですね、アメリカと中国の対立の中で台湾有事がささやかれているところで、日本も NATO 側とうまくやっていくという流れの中でいくんでしょうが、ここは議論が必要だと私は思っています。まあ、この防衛費もですね、防衛装備費などとも言いますけれども、この防衛費のですね、やっぱり額も日本の GDP 比 1% というアッパーから 2% にという流れ、これがどん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 進んでおります。でこれはですね、専守防衛で日本を防衛するための装備は絶対に必要です。お金をかけなきゃダメなわけです。他に使うところがいっぱいあるとはいえ、ところがですね、専守防衛ではなくなって世界に向けて戦争に行くという流れができることは私はどうなんだっていうのが強くあるわけですね。でそういう自分の意見も含めて言ってしまいますとですね、例えばの話、この GDP2% とするとその総額はいくらぐらいだといえば、日本の GDP はすごいわけですからね。そうすると防衛費の総額はもし 2% にしたら世界の第3位と、こういうことにもなるということも含めて、買うべきは買うべき防衛装備、あるいは無駄でアメリカから買わされている武器というものは精査しなきゃいけないとか、こういう仕分けも必要だというふうに私は思っていて、長く議論が必要ではないかと感じています。それはそれとして、今日お伝えするここからがウクライナの現況、情勢に関してですが、前回もですね、ちょっとプーチンは戦術核などは絶対に使えないんだというようなことの見立てをお伝えするという予告めいたことを言っちゃいました。今日それも伝えたかったですし、それから世界の食糧危機の問題があります。ウクライナで小麦やトウモロコシがストップしているという、日本もかなり影響を受けている。そしてアフリカで言えばですね、アフリカの西部、それはあるいはまた中央部の人たちがですね、今までの飢餓の状態から4倍に跳ね上がって、今言ったところのエリアだけで41万人のアフリカの方々が飢餓に苦しんでいるというような情報も流れてきています。そのことも言わなくてはいけない。今プーチンが孤立していて、チェチェンの暗殺部隊がプーチンを取り巻いている、こういう状況も刻一刻動いているので伝えようと思っていたんですが、今日はこれだけ言うだけ言って何なんですけど、それをお伝えすることができないというふうに私は判断しました。というのはですね、前回もお伝えしたウクライナの東部ドンバス地方の戦況がまた動いております。この1週間でまたかなり動いて、ロシアが猛攻で攻め込んでおります。この辺の戦況とを伝えなきゃいけないのと、そのロシアが攻め込んでいるところで西側の動きなども透けて見えてきました。だからそのあたりは非常に重要なんで、まずはそこの一点に絞って今日はお伝えすることにいたします。予定を変更させてください。まずこのですね、ドンバス地方の戦況なんですけども、激戦というか一進一退というか、ロシアが押している状況ですね。でまずその背景を見ていくとですね、先月の23日になりますけれども、スイスのダボス会議というのがありました。これ有名な会議で、世界の経済フォーラムということになりますけども、そこでですね、かつてのアメリカの切れ者国務長官、だいぶ昔の話になりますけれども、あのキッシンジャーさんがダボス会議に参加して、そこでですね、はっきりとこう発言したことが世界中に流れました。ウクライナは今後の和平実現のためにはロシアに対して領土割譲、まあ東部を中心に言ってるんだと思いますが、領土を渡すということも視野に入れなくてはいけない的な発言をして、これは大変なことだ、みたいなことになったわけですね。そしてウクライナ側はそれに当然猛反発しました。何のために戦ってるんだと。この国民が立ち上がって、領土を自分たちの元に取り戻さなきゃという戦いにおいて、領土割譲を前提なんかできるかというふうに押し返したわけです。これも当然わかるわけです。しかし私は調べてみたらですね、99歳です。もうご高齢です、キッシンジャーさん。だからちょっと思い切った発言をしちゃったのかなと勝手に思ったわけですが、
いやいや、どうしてあの海戦山戦のアメリカを代表すると言ってもいいキッシンジャーさんがだいぶ引退して久しいとは言うものの、ダボス会議に出てその舞台でちょろっと言うことっていうのは何かの伏線になってはいないかと、そういう目線で私はこれから喋らせてもらいたいと思います。で、現在簡単にですね、東部ドンバス地方の戦況というものをもう一回今の押さえ直してみますとですね、とにかくドネツクとルガンスクという大きな州が2つある東部ドンバス地方においてですね、この北側に位置するルガンスク州の中の、前回からずっとお伝えているセベロドネツク、ここの攻防が激しいわけですね。このセベロドネツクは、主要工業都市と言われているわけです、ルガンスク州の中でも。そのセベロドネツクでですね、7割制圧したロシアがって言われましたよね。で、それがここ数日、昨日、一昨日あたりの話ですけども、これは2割部分はまたウクライナ側が猛攻進めて2割取り返したという、これで5分になっているような情報も流れてきています。いずれにしてもそういうことが正しかったとしてもですね、ここら辺りはかなりロシアが攻め込んでいるということが言えるわけですね。セベロドネツクの9割方街並みが破壊されている、そして地下でですね、何千人もの方々がまだ避難しているという情報も入ってきてますし、ドネツ川という川が流れています。そしてセベロドネツクの対岸、挟んで、川を挟んで対岸にあるですね、町もかなりそこにはですね、なんとこの2番目のウクライナで製油所があるということで、そこをロシア側が狙っているだろう、そこを抑えれば完全に東部を抑えたということで勝ち時を上げられるだろうなんていうロシアの思惑がここで見て取れるわけですね。まあそれが一つで、それからですね、まあなぜこのようにロシア側がルガンスクを中心にセベロドネツク攻めてるかということを言えば2つあります。で、1つはですね、まずはもっと上になりますけど、ハルキウという大きな町と州がありますね。で、そこはロシアは撤退しました。これウクライナ側が猛攻をして、そして西側の武器も行き届いてという流れの中で迎撃して完全に迎え撃つ方が有利と散々言われている中で、ハリコフを撤退せざるを得ないという局面がロシアにありました。で、その後結果的にこの東部の、セベロドネツク中心にガーッと集中的に、初めは広範囲で東部を包囲していこうとしたロシアですが、これもままならないということで、ウクライナ側の猛攻があるということで、ピンポイントのように一点突破、全面展開のようにですね、セベロドネツク、この辺りに照準を絞って狭い範囲で攻めていって、今それが功を奏しているということが一つ言えると思います。そしてこのロシアの猛攻、もう一つウクライナにとっては戦況がちょっと厳しくなってきているという、この現在の状況を占うとですね、もう一つの原因はやはりアメリカ、そしてヨーロッパの大国、西側から送られてくる武器の問題があると思います。もちろんどんどん、順次送られてきてはいるんですけれども、ウクライナ側が欲しがっていた武器がちょっと届かないかなという局面についてこれからお話したいと思います。ウクライナ側はですね、ずっとアメリカ側に要望していたのは長距離射程、ものすごく長い距離で撃つことができる多連装ロケットシステム、これを要望しておりました。より具体的に求めていたのはウクライナ側は MLRS というですね、射程がなんと300キロも長い、この射程が長いですね、ロケットシステムというものを要望していました。これはロシア国境を優に超えていくという武器ですね。で、この MLRS に関してバイデン大統領ブレました。我々はこの MLRS をウクライナに送るつもりはないとはっきり先ほど断言してしまいました。で、代わりにといってはなんですが、ハイマースと言われているですね、射程がぐっと短くなりまして、300キロから縮んで80キロの射程、これでも随分と長いわけですが、その小ぶりのロケットシステムをアメリカはウクライナに渡すんだということがはっきりと見えてきました。まあそういうようなちょっとしたですね、変わり模様ということもこの北部ではなくて東部のウクライナの戦況に影響している可能性があるわけです。まあそういう中でもう一つちょっと視点を変えさせてください。忘れてはいけないこととしてはですね、多くの方々が命を落としているウクライナの民間の方々、女性、子供、男性、さらにはですね、ウクライナ兵、ロシア兵、そしてですね、メディアの取材陣でも怪我をした方が出てきました。そこをちょっと絞ってお伝えするとですね、先ほど来から話しているセベロドネツクの近郊で、私もよくロイター発共同などと
その発信された情報を伝えさせてもらっているロイターのですね、通信社の記者2人が、取材で車で走行中に銃撃を受けまして、一命は取り留めました。2人とも、怪我をしました。病院に運ばれました。しかしながら運転していた現地の運転手さんが死亡しました。もう本当に、こういうことはですね、必ず起きてくることですよね。私はそれで決して忘れてはならないと、こういうことの一つ、これ場面場所も全く違う、そして、事件というよりこれからお話しさせてもらうことは、交通事故、事故なんですが、2011年にこの北アフリカのリビア、あそこでですね、リビアの独裁者カダフィが死んだ。でその後にリビアで内戦が起きた。その内戦を取材するためにテレビ朝日のですね、カイロにいる特派員がリビアに入って車で走行中に、これは交通事故ですが亡くなりました。本当に悲しい出来事でした。私も報道ステーションをやってたんで忘れることは当然できないわけです。その状況というのは簡単に言えばですね、リビアに入って、走行中、取材中にまず運転していたリビアの運転手さんが亡くなりました。その車に同乗していたテレ朝のエジプトのカイロ支局の女性スタッフ、エジプト人の女性が残念ながら亡くなりました。そういうことが起きたわけです。そしてカイロの支局長、特派員の方も亡くなったわけです。私が忘れられないのはですね、報道ステーションをやらせてもらっているときに、私のいる楽屋に、その特派員の方が入ってきてくれて、古田さん、これからカイロに赴任しますと。とにかくエジプトのみならずアラブ、そしてリビアなども含めてえらい状況になってるんで、なんとか精力的に取材をしていい情報をお伝えしたいと思いますと、さっと狭い楽屋で立ったまま私を見つめて言ってくれました。私は本当に気をつけて、あくまでも安全を重視して頑張ってきてくださいというふうに、送りました。でその後にこういう悲しい情報が入ってきたわけです。私はですね、ここで皆さんにですね、このお時間を借りてお伝えしたいのは、本当に戦争の現場っていうのは凄まじいものがあるわけですね。しかし我々がその情報をですね、受け取ることができるのはやっぱり危険を顧みずに、そうやって最前線で取材をしてくれている方々のおかげです。私がこういう YouTube で喋らせてもらうのも、そういう方々から寄せられる情報をもとに喋っているわけです。そのことを私は肝に銘じ直して、この後半をまた伝えていきたいというふうに感じています。視点を変えます。今日5日にですね、昼過ぎですけども、BBC から入ってきた情報を伝えたいと思います。ちょっと前にフランスのマクロン大統領がこういう発言をして世界で話題になりました。ロシアに屈辱を与えてはならないというような、プーチンさんと会ったりいろんなことをしながらマクロン大統領はですね、いろいろとパフォーマンスを見せております。ロシアに屈辱を与えてはならない、どういう意味だと思いますね。ウクライナは当然猛反発しました。そういうことを言っている国こそ屈辱がもたらされるんだというふうに口を極めて、マクロン大統領が言ったことを批判しました。マクロンが言いたいことはですね、和平実現のためにはウクライナもちょっとは妥協して、これは主に東部ドンバスを言ってると思いますが、一部かもしれませんが、その東部を領土割譲を視野に入れなかったらいつまでも凄まじい泥沼の戦いになるじゃないかと言ってる。これは一理ありますね。正論でもありますね。ところがですね、そういうことを考えると、ウクライナ支援、武器供与でもう無制限にやり続けるんだ、ウクライナを応援するんだっていう、西側が少し緩んできてほころびが見えるんじゃないのっていう視点をここからお話ししたいと思いますね。で、これは例えばプーチンはそのあたりの西側のほころびが出始めてるんだったら、クレムリンのあの白亜の宮殿の奥で一体それをどう見てるかっていう話ですよね。で、これは西側の方もですね、ちょっとモザイク模様というか、よく見ると色合いが濃淡あるわけですよ。例えばですね、徹底的にウクライナ支援なんだと、もう無尽蔵にできる限り、お金の通過限り、この我々の隣国であるウクライナというものを救わなきゃいけない、ロシアを押し戻さなきゃいけないという急戦票と言っていいのは、まずイギリスです。
EU を離脱したイギリスです。それからポーランドですね。隣国のウクライナにとっては隣国のポーランドですね。いろんなことをやってます。武器も渡してます。それからバルト三国です。バルト諸国ですね。これはもうウクライナと国境を接しているし、旧ソ連でいろいろ因縁があるんで、もう一言では全然ないわけですね、バルト諸国っていうのは。だからリトアニア、ラトビア、それからエストニアと、この三国はですね、徹底的に支援だっていうのはブレてないわけです。現にイギリスのトラス外相、外務大臣はですね、領土割譲なんてのは一切妥協なしということをはっきりと言ってます。ということはですね、仏、独位、フランス、ドイツ、イタリア、このあたりがですね、マクロンの発言に同歩調ということが言えます。例えばイタリアのドラギ首相、この一人を見てもですね、停戦をとにかく合意にこぎつけるためには停戦合意を確保することが一番重要なんだと、つまり出口戦略を重要視しているがゆえにですね、長期化を防ぐというのは一理も二理もあるわけですが、出口戦略のためにはちょっとは妥協しろよという、そういう波動を送ってるわけですよね。これは。だから、こう、そういうことで言うと、バルト諸国なんかはですね、こういう発言もしてます。皮肉を言ってます。西側の中に、屈辱を味わいたくて、味わいたくてたまらないという人が何人かいるというような皮肉を独位に向けて言ってます。さて、ここから当のアメリカということに移ります。バイデン大統領、コロコロとブレて意見が変わります。今までそういうのを目の当たりにしてきました。このアドリブで記者の質問にポッと答えてしまう。それを切れ者のブリンケン国務長官が火消しするっていうのは何回も我々は、見てきました。バイデン大統領を突っ走る。ブリンケンが抑え込むという、何回もや二人でつづら折りのようにもぐら叩きをやってる状態になってます。で、そういうことで考えるとですね、今回のこの西側の武器供与がどういうふうに推移していくんだろうって考えるときにはですね、アメリカのブリンケン国務長官、この慎重なブリンケンの冷静な発言というもの、これを注視しておくべきだと僕は考えています。同じく BBC から発信されている記事を引用しますが、先月の5月の半ばにですね、ベルリンで NATO の外相会合というものが開かれました。で、その時の交渉の場でですね、このブリンケン国務長官、アメリカはこういうふうに言っています。これはですね、ウクライナが押し返して独立と主権というものをきっちり守れるように、我々はウクライナの戦場において、ウクライナのこれからの交渉の場において、可能な限り強い立場でウクライナがいるために支援、武器供与に注力していくっていうふうに言ってます。ここのポイント、政治家の政治発言の場合はですね、どこに注目するかというとワンポイント。可能な限りウクライナの武器供与に注力すると言ってる。可能な限りという一言です。この可能な限りを強調しているということは、裏を返せば可能じゃなくなっちゃった場合、それぞれの国がいろんなお国の事情を抱えてるから、可能じゃなくなった場合は少しやウクライナ妥協しろよということが外にあるはずなんです。で、それを裏打ちするような別の話をしますと、NATO の結束がどうなんだという話。これに関しては欧州のですね、改革センターという機関がロンドンに本部を置いてあります。で、そこの外交担当部長をやっているですね、イアン・ボンドというイギリスの方がいますが、その方の発言が非常に注目されます。どういうことを言ってるかというと、ロシアの石油の輸入に関して、今後段階的にヨーロッパは禁輸の方向でと、段階的にと言ったけれども、この玉虫色の解釈ができる国によって、いろいろ色合いが違うこの解釈、どれだけ揉めたかと、そこまでこぎつけるために。何週間もかかって、結果、EU の輸入量のおしなべて削減方向ね、ということにようやくこぎつけたんであって、ヨーロッパ中がロシアを撤退させるために、ロシアの原油を全面禁輸なんてありえないわけだし、ましてやドイツを中心として天然ガスを止めるなんてことはありえないんだということを言ってるわけです。で、その前提に立って、さあ、西側の武器供与に関して、今後のウクライナに対する思惑は、ロシアに対する思惑はってことで言いますと、このウクライナに、ここからがボンドさんの発言、さらに興味深いんですが、ウクライナに勝ってもらいたいのは山々だが、ウクライナに勝ちすぎてもらうのも困るという、一見わけのわからない発言しています。ウクライナが勝ちすぎるのも困るというのはどういう意味を含んでいるのかということに関して言いますとですね、これは本当に勝ち方の微調整をしてほしいなと、ウクライナとロシアに言ってるようなもんですね。これを考えると、先ほど申し上げたようにですね、
人の命が儚くも消えていくという現実がある。そしてその悲しみというものを生きている側の我々が感じながら、この戦争を固唾を飲んで見守ろうって言った時にですね、現実の世の中は一方ではそんなことお構いなしに経済、政治、この思惑で世間が動いていくってことも本当に目の当たりにしていかなきゃいけないということを思い知るわけですね。で、それで言いますと、このボンドさんが言ってることっていうのは、まあ、ある意味わからないでもないわけですね。プーチンだってもしかしたら、これは西側のこの武器支援疲れが起きてくるんじゃないかということを期待しているはずですし、現にですね、一番積極的に武器供与を惜しまないと言っているイギリス政府のですね、分析も出てきております。今後本当に石油原油というものがイギリスにも入りづらくなってくると、まあイギリスは北海油田を持ってはいますけれども、いろんな融通がある中でイギリスも厳しくなるエネルギー事情をつったときに、今年の冬イギリスの中で600万世帯が停電に見舞われる可能性が十分あるというふうに言ってますし、その停電だけじゃなくてですね、ヨーロッパ、アメリカ、日本も含めて言えば食料不足の問題がある。それからインフレの問題がありますね。ヨーロッパもアメリカも大変です。日本もですね、この小麦価格とかエネルギー価格の高騰で大変なことになってますね。そしてそのエネルギー価格の急騰だけでも世界的な大問題、これが問題になっているわけですね。で、そういうことを考えると、今後ボンドさんがさらに加えて言ってるまた微妙な発言、ウクライナ、ロシアが東部で、例えばロシアが東部の防衛線をパーンと突破して、さらにウクライナの国土に迫っていって、ウクライナの広大なあの土地の、東と西を分かつように流れている、ドニエプル川、この辺りまで迫ってきたとすれば、ロシアがどこまで今後領土を妥協して少しウクライナに再度分け渡してくれるか、もしロシアが攻め込んでいけば有利に立てば、ロシアを問題視して交渉していかなきゃいけないっていうニュアンスを言ってます。そして一方、今度はウクライナが攻勢を取って、この後西側からの武器が遅ればせながら届いていって、ウクライナが本当に頑張ってですね、なんとか猛攻であの東部ドンバス地方でロシアを押し込む、さらに押し込んでいくっていうふうに、ウクライナが優位に立った場合は、今度はウクライナが西側から問題視されて、ちょっとウクライナさん待ってくれと、2014年にロシアが侵攻してきて、クリミアと同時にあの東部ドンバス地方の2つのエリアに親ロシア派の実効支配のエリアを作ってしまった、ここまでも全部戻してウクライナの領土にちゃんと戻すんだっていう、そういうのやめてくれるというふうに、ウクライナが優位に立てば立つほど、今度はウクライナのという国を問題視して交渉しなきゃいかんのだという、こういうことをボンドさんはある意味冷徹に明快に語っているわけです。まあそういうことを考えていくとですね、本当に冒頭で申し上げたキッシンジャー氏のあの発言と、この西側の武器供与に関するちょっと見えてきた、透けて見えてきた思惑みたいなものがぴったり符合してくるわけですね。ですから日本のメディアも含めて世界のメディアは今、東部ドンバス地方でロシア、ウクライナが本当に凄まじい戦いを展開している、この両者の戦いの天王山だというふうに言いますが、それは最前線では確かに天王山、本当にギリギリの戦いをやっている。同時に私はですね、西側とロシアの駆け引きと妥協の思惑の天王山でも今あるんだということを注目して見ているわけです。